生さんが作ったんですけれども、真っ白い状態で作ってくださったのを、仮設住宅や市民センターなどにこう持ち回ってですね、住民の元住民の方々で色を塗ったりして、あとはこれ住んでた人の、高いところになってここしかなかったんですよね、学校しかなかったんですよ。震災前からも1年に1回の学校と地域で合同で避難訓練なども行っていました。で震災の時には、この地域では、ね、800世帯2200人が暮らしてたんですけれども、ここの小学校に児童など合わせて320人避難してます。この地域では、ここで300、320人助かってるんですけど、地域では190人中には確かにいらっしゃいますね。